さんこんばんは。今回は少し飛ばして4月20日に配信されたばかりのモンスターをやります。ちょっと長いバックストーリーがあるのでそちらからどうぞ。さてさて、というわけで、やっとカゲロウさんとヨモギちゃんの伏線の回収です。雑貨屋へようこそ。それでは。ご自愛くださいね。お待ちしておりました。はい、まあ特別なクエストが追加されました。おお。クエストリストはこちらです。ではこれを受けます。それではまた。写し教官の話も聞いておきます。
よく来たね。応援してるよ。投稿してくれるのはいいけど、笛持ってきてほしいんだけどな。この天つまが土っていうのは結構強くて、ノーデスで取るために何度かやり直しました。それが前回話した強化戦闘読み装備です。まだ強化途中で、怪異錬成はほとんどできてません。読みは全く未強化でたし、怪異錬成でフォーズの棒鎧ってスキルをつけて、やっと一通り完成って装備です。峠の木しぶき雨不風春烈天地を結び天の竜を撃つ。一度は失った命、何を惜しむことがあろうか。カゲロウさん、ここは危険です。早く戻って。私が止めなきゃ。行くんでしょ。分かってください。あの竜は、あの竜だけは撃たねばならんのです。これはあなたにとっても。カゲロウさん、さらばです。どうかお元気で。作ってくれて、お仕事のやり方いっぱい教えてくれて、いつも見守ってくれて、赤ん坊の頃からずっと よもぎ殿。守り抜きます。よもぎ殿、こたびも必ず、そしてこれから先も。高き炎宇津教官、あなた方に託します。おい、キューティ
読まない格好でごめんなさいね。行こうか、マナ弟子。狩猟設備が役に立ちそうだ。活用しよう。
からが本番ってわけだ。
てほしかった。待たせたね。この子に協力してもらって僕の手を使うよ。 HP の本だけなのに高級額が出ない。食事だけは怠っちゃいけないよ。切り札の撤収して力を合わせて挿入だ。言うこと聞いてね。いいぞ完璧。その調子だ。俺たちの英雄は高き炎、嵐の中でも熱く強く燃えたたるんだ。
もう一度言わせてくれるかい。君は俺の誇りだよ、マナ弟子。本日は大特価でございます。もう通常営業なのか。ほう、まか不思議。またお立ち寄りくださいませ。ごきげんよう。くれました、ありがとう。来たな、ハンター。じゃあな。あのつぶきは特殊効果があるようですが、水属性なんですよね。水属性もそりゃ使いますけど、貫通弓なんですよね。個人的には連射が良かったかな。あとマイナス回心も気になる。腕が鳴るわ。防具はなかなか良さそうです。まずアップスロットが充実してるのと、この固有スキルの転移無効ってのが強そうです。レベル3でスタミナ消費無効にできますし、強化奮闘の代わりにできるかもしれませんね。
せいてはことをし損じる。構わんからゆっくり考えろ。まあ見た目は重ね着でなんとかするからいいや。軍の用事ならここに来い。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。